伝統芸能を通じて表現力を培ってもらおうと、小学生狂言教室が30日松山市堀之内の市民会館で開かれ、1年生から6年生までの15人が発声や舞などに挑戦しました。大蔵流狂言師の古川道夫さんを講師に招き、8月11日まで5回にわたって日本の古典芸能に親しみます。初回はお腹から声を出す発声方法や、上体を動かさずにすり足で歩く基本動作を練習した後、一人一人が扇を手に持ち前に挑戦しました。児童たちは真剣な表情で謡の声とともに扇を上下に動かしたり、前後や斜めに足を運んだりして発声や所作を懸命に覚えていました。先生がおっしゃっていたように、足の使い方とか発声の時にお腹から声を出すというのが少し難しかったです。狂言は歩き方とかが普通とは異なっていて、すごい難しかったけど、なんかもっと練習して上手になりたいです。